ようございます。節約お姉さん、ういです。私は一人暮らしをしている工場勤務の25歳です。節約が好きで節約生活をして暮らしています。貯金は700万達成しました。自分自身の経験が貯金したい誰かの役に立てばと思い、暮らしに役立つ節約術や節約生活を発信しています。はい、ということで今日はういういのカバンの中身を初公開していきたいと思います。皆様本当に遅くなってしまいました。申し訳ございません。ずっと前からリクエストもらってて、もうやらなきゃって思ってたんだけど、記憶がなくなってしまって、で、最近、カバンの中身紹介してくださいって、コメント来てたんで、あ、そういえばって、思い出したので、やります。なんで、本日は、待望のカバンの中身紹介ということで、やらせてもらいます。はい。すいません。はい、まずバッグは、これは高校生の時にお父さんが買ってくれたものです。で、これさ、どこで買ったと思う？なんと、しまむらです。はい、庶民の味方、しまむらさんですよ。しまむらのバッグって、可愛くて安いの結構いっぱいあるんでね。これは多分、1990円ぐらいだったかな。うん、そんぐらいだったと思う。で、高校3年生の時とかに買ったからもう8年ぐらい使ってることになりますね。で、気になる中身なんですけど、何これ。やばい。やばいこれ。ゴミが出てきました。これはね、捨てます。はい。まず一発目、ゴミが出てきました。で、お次は、マイボトル。これはね、倹約家としてね、もう必須アイテムですから、毎日持ち歩いてます。これはね、確か大学生の時に買いました。で、お次がメイクポーチ。このポーチは中学生の時にお母さんに買ってもらったやつです。みんなさ、スイマーっていうブランドさ、覚えてる？これスイマーで買ったやつなんよね。もう我らがスイマーですよ。なんか中学生の時に、このポーチめっちゃ可愛いと思って、でこのユニコーンの柄と、あと色の配色とか、なんかパープルな感じのなんか色味がめっちゃ可愛いと思って、でお母さんに買ってもらって、で気に入ってるからね、ずっと使ってる。この持ち手が取れちゃったから、このキーホルダーつけてる。なんかこれは小学生の時に、友達がなんかディズニー行ったお土産でね、くれたキーホルダー。ここにね、メダルあるじゃん。メダルが入ってて。このメダルは、実家に、メダルケースがあって、で、そこに入れてる。で、このね、メイクポーチの中身は何かっていうと、まず、日焼け止め。ういはもうね、美白命なんで、もう絶対焼けたくないから、休日とかやったら家でまだ朝日焼け止め塗って、で、お昼にまた塗るから持ち歩いてる。海行く時とか、あとずっと外いる時はもうね、5回ぐらい塗り直してる。ここはね、もう節約せずに惜しみなくもう塗ります。で、これ鏡です。で、これはおじいちゃんに、小学生か中学生ぐらいの時にもらったやつです。なんか、薬杉で、なんか作られた鏡みたい。小さいし軽いし便利だから、めっちゃ気に入ってます。おじいちゃんありがとう。で、お次が、リップやな。リップがね、めっちゃある。4つもある。で、まず、これが、リンメルラスティングフィニッシュティントリップ009番。でね、これね、黄色なんよ。すごくない？口を黄色にしたいから、これ黄色、じゃなくて、これね、黄色なんだけど、口に塗ったら、ちょっとツヤっぽくなる？なんかすごいね、いい感じの色味になる。その人の口紅の色が、より映えるというか、昔見てた美容系 YouTuber の人が発売した時にレビューしてて、で、なんかそのレビューで、なんか、めっちゃ可愛いと思って、で、買いました。で、お次が、これやね。これは、メイベリンカラーセンセーショナルリップスティック、CMNO11 番。こんな感じの色味です。ちょっと口紅の色を落ち着かせたいからこれ使ってる。で、お次はこれ書いてなかったんだけど、名前が。だからチフレの赤リップみたいな。これもね、めっちゃ可愛い。メディアのリキッドグロウルージュ。これはめっちゃ可愛いのよ。で、すごいね、ツヤっとする。ティントタイプですごいツヤっとするから、めちゃめちゃお気に入り。ういういは、これ塗ります。で、これをちょこっと塗って、で、これを塗って、で、最後にこれ塗るの。なんかいろいろ、なんか試行錯誤した結果、自分に一番似合う口の色味が、なんかこの組み合わせないよね。はい。で、これはメイク落ち終わりと。これは大学生の時にいとこのお母さんがお土産でくれたやつ。これさ、何がいいかってさ、チャックとかじゃなくて、こうやってピっていうチャックとかじゃなくて、こうやってね、パカッと開けるのよ。こうやってパカッと。で、一時チャックみたいにピってやらんでいいから、これがね、めっちゃ楽。で、閉じてる時はもうちゃんとね、閉まるからね。こうやってね、ちゃんと閉まる。こうやって、この紙も落ちてこんから。これはね、めっちゃ便利。これはお守りとか、あとゴムとか入れてる。はい、お次がこちら、猫ちゃんポーチ。これは高校生の時にダイソーで買いました。もうね、めっちゃね、ちょっと汚くなっちゃってるから、ちょっとね、洗います。この中にはサプリメントケースが入ってます。これは、外食するときとか、野菜少ないなって時に、ビタミン剤飲んだり、毎日朝と夜にサプリメント取ってるから、帰省するときは、このサプリメントケースに、何日分か、サプリメント入れて持って帰るっていう感じです。で、お次が、難消化性デキスリンって言って、まあ、ざっくり言えば、食物繊維ですね。これを、外食とか、今日ちょっと多分食べ過ぎるなって時に、食前にお茶とか水に入れて飲んでる。決して怪しい頃ではありません。賢者の食タブってあるじゃん。まあ、あれみたいな感じですね。で、お次がね、お財布です。これが唯一ウユが持ってるブランドものかもしれない。これはね、誕生日プレゼントでもらいました。これも財布も5年ぐらい使ってる。でさ、やっぱさ、これブランド品ってすごいね、めちゃめちゃさ、使ってるけど、全然ね、綺麗なのよ、すごい。でも、ツヤっとしてるし。で、なんか、普通さ、お財布とかさ、こういうのってさ、なんか、こことかさ、なんか、だんだん、擦れてきたり、剥げてきたりするじゃん？だけど、全然ね、そこまで、うわー！剥げてないし、すごい綺麗やから、やっぱブランド品ってすごいね。で、次が、スケジュール帳。で、これは、セリアで買いました。このスケジュール帳ね、何がいいって、ちゃんと月間のやつも、書けるし、こうやってね、ちゃんとね、タイムスケジュール、細かく書けるとこが、これがいいよ。こういうスケジュール帳がね、というのが好き。で、これでね、セリアで、100円だからね。こういうさ、スケジュール帳ってさ、普通さ、600円とか700円とか、下手したら1000円ぐらいするじゃん？こういうタイムスケジュールかける、スケジュール帳って。だけど、これ、セリアさんで100円だから、もうマジで、セリアさんすごすぎる。なんか一時期、スマホでスケジュール管理してる人に憧れて、スケジュール帳やめようかなって思って、一回スマホでやってみたんだけど、やっぱりね、ダメで、ウェイは。書いた方がわかりやすいというか、書いた方が見やすいし、なんか自分好みにアレンジできるから、やっぱりね、スケジュール帳は、もう紙。で、お次が、あれあ、知らんうちにさ、カバンの中にこの子入れとったわ。正面で見ても、横から見ても、下から見ても、いい女、猫がちゃん。ティッシュが3つも。で、ハンカチです。はい、以上がウイウイのバッグの中身紹介でした。いかがだったでしょうか？なんと、ほぼもらい物や買ってもらったもの、そして全部何年も使いすぎてるというね。もう物を粉々になるまで使ってしまうんですよね。あと捨てられない。だから、部屋が大変なことに、なるよね。ルームツアーのさ、動画もさ、見てもらったらわかると思うけど、もうこれだから部屋が大変なことになるのよ。はい。ってことで、今日の動画はこの辺で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございます。では、また次の動画で会いましょう。バイビー。